土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会代表理事の土屋先生にお話を伺いながら進めていきます。この番組は治療家の皆さんへ届ける番組です。アシスタントの高枝真希子です。今日の質問は、独立開業を目指している新人 PT、 もしオランダ都市療法を身につけるとどれくらいの料金で開業できるか、一般的な料金との差は、ということで、土屋先生、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは質問なんですが、初めて質問させていただきます。理学療法士新人ですという方からいただいています。最終的には独立開業を目指しているのですが、オランダ都市療法を身につけることで一般的な料金とどの程度差をつけられるのかをお伺いしたいです。よろしくお願いしますと来ていますが、はい、志高くお仕事をしていると思うんですが、いかがですか？はい、まあ、スクール出られてやられてる方は、はい、まあ、なんか平均的に、まあ、60分1万円前後をつけてらっしゃる方が多そうですね。60分1万円、はい、上の人は2万円3万円でやってる方もいらっしゃいます。おー、これ、あ、でも一般的なこの PT さんのお給料というかは、まあ、大体どれぐらいなんですか？お給料は今350-360万ですね、年収で言うと。年収、そのこの1時間っていう単位で言うとどれぐらいなんですか？はい、あ、そういうことですね。月給制でやられてるから、 PT さんは大体単純に、月給30万円だと360万円なので、うんうん、あ、そうですね。それで月だ、20日間勤務でとか、どんどん割っていくといいと思うんですけども、はい、はい、そうすると20日間で、30万円なので、うん、1日1万5000円とかじゃないですか。1日1万5000円。これはじゃあ、はい、あら、大変な差がついてますね、もうすでに。いや、そうです。そういうの気づいちゃうと、副業なり、もう独立した方が、お客さんがつくのであれば全然全部自分のポケットに入りますから。そうですね、得だと思いますね。まあ、確かに開業するとね、はい、まあ、経営という部分でね、大変なことはあるかもしれないんですけれども、それなりの見返りもありますし、何よりやっぱり技術が身についてるっていうことが一番ですよね。そうですね。ね、で、まあ、もし週5日間の開業して、月曜日金曜日で1日2人でも、はい、1週間で10人、で、1ヶ月で40人来ますんで、うん、それでもし 1人1万円なんか単価でうまく取れてれば、全然、売上40万円というのは可能ですね。まあ、そうなんですね。やっぱり、はい、これは技術量ですね。技術量ですね、本当に。他と差別化ができますから、まあ、もちろんそれで自分の給料だったり、お店の家賃だったりとかっていう経費を引かないといけないので、最後手元にどんぐらい残るかっていう意味では、もうちょっと売り上げ上げないといけないんですけども、まあ、皆さん普通に街で見てる、こう10分今500円ぐらいでマッサージとかやってるとことは、もう全くちゃんと時間をかけてもちゃんとお金をいただけるっていうのはすごく強いんじゃないですかね。10分500円っていうのは、土屋先生から見るとこうどの程度こうできるものなんですか？まあ、カウンセリングはね、別でされてると思うんですけど。いえ、カウンセリングしないですよ。もうマッサージお願いしますで、多分、はい、1時間で3000円とか、そんな感じの、今安売り合戦してますけど もうとにかく行ったらうつ伏せになって、もういきなりマッサージが始まるとかっていう感じだと思うんですけども、まあ、ほぐしてはくれるんですね。治すというよりか、そうですね、治すというよりかもうちょっと、まあ、リラクゼーションみたいな感じになるんじゃないですかね。なるほど。まあ、それはそれで、きっとね、需要があるのかもしれないんですが、ちゃんと理学療法士さんとしてお仕事をされたいなら、はい、やっぱりこうね、目標を決めないといけないですね。そうですね。はい。なるほど。じゃあ、
やっぱりオランダ都市療法を身につけた方がいいですよねってなりますよね。そうですね、 かなり武器になると思うので、うんうん、ぜひもう考え方だったりテクニックもどう使うかっていうところで、はい、全然違いますんで体系的に身につけていただけると一生 の、うん、あの宝なんじゃないですかね。今60分前1万円っていうねあの金額が出たんですけれども、例えばこれは直すっていうことに特化した時もの話ですか、はい、それともオランダ都市療法でも例えばこうほぐすというようなマッサージ的なあのものでもお受けしたりするんですか。それは人それぞれで、うん、あんまりあのマッサージだけ癒しをやるっていう人はあのいないですね。やっぱりあの治療家なので治して差し上げたいっていう、はい、あの意識が高い人が多いから、そうマッサージだけとかあのストレッチだけっていう方は、うん、あの聞いたことないですね。そっか、そういう人は まあ、そのままとどまってしまうっていうことなんですねきっとね、はい、治したいっていう人がちゃんと技術を身につけたり勉強されると。はい、なるほど。先生改めてお伺いしたいんですけど、オランダ都市療法、まあ、スクールに通うとき、はい、何年必要でしたっけ。一応最初5ヶ月間 の、はい、の基本コースみたいなのをやりまして、はい、まあ、それでそこであの四肢について、上肢下肢 の、うん、あの四肢について学んだと、あの脊柱を中心にした全身の治療について1年ですね、はい、で、はい、もう最後あの3年目にあの1年間ほどあの運動療法とかと、あの体を鍛えるトレーニングみたいなのをあの1年間が待っていて、全部やろうとすると2年半ぐらい今はかかりますね、はい、で最後試験みたいなものがやっぱりあるんですよね。そうですね、それぞれ あのコースの終了の時に、はい、まあ、実際の患者さんのケースをどう、あの、うん、あなただったら、まあ、分析したりあの治療方針立てますかみたいな感じで実践的なあの試験が待ってますね。なるほど。やっぱり、ね、あのこう一生長いですし、2年半、まあ、3年なりこうちゃんと勉強するっていう期間をちゃんと取ってこのね、はい、あの将来のこう差が広がるっていうのは大きいですね。いや、あの、まあ、オランダの高等教育そのままカリキュラム持ってきてあのアレンジしてますので、はい、まあ、資格を取って卒業して皆さん働かれてるとは思うんですけども、卒業後のやっぱりあの高度技能をもっと身につけたいっていう大学院とかビジネススクールみたいなあの位置づけで、はい、ちょっとあのセミナーに1日2日参加するっていうのとはちょっと次元が違うと思うんですよね、うんうん、それなりにやっぱり時間もかかりますけれども、その分やっぱりあの深く学びますし、はい、体系的ですので、終了した時にはもう実践力が全然違うというふうな感じ の、うんうん、あの体系になってます。はい、わかりました。じゃあもう一般的な料金との差はもう明確ですのでね、ここはぜひ目指していただきたいなというところですね、はい、先生少しまとめますよ。そうですね、はい、はい、一般的な PT さんのお給料とそれからオランダ都市療法を身につけた時の料金の差っていうのは、ね、先ほど、まあ、あの例でですけど、まあ、60分1万円ぐらいになるのがオランダ都市療法資産で、はい、ね、通常の PT さんとだいぶ差がありますっていうところで、これはなぜかっていうと、ちゃんと基本を学んだ後脊柱だったり、まあ、そういうのを1年勉強して、その後は運動療法も勉強して、実践に即した試験を受けて、ちゃんと高度な技術を身につけてから、世の中に出ていくからなんですよね。ちゃんとこう大学院とかみたいな、ね、ね、はい、位置づけになっているということなので、ぜひこれを参考に一歩前にまたね進んでいただけたらいいなと思います。はい、ということで、はい、はい、土屋先生よろしいですか。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
さあ、番組では皆さんからの質問をお待ちしております。理学療法士として、柔道整復士として、鍼灸師としてご活躍の皆さん、今後オランダ都市療法を本格的に学びたいという皆さん、その後の事業展開まで考えているという皆さんも、ぜひ新しい道を一緒に探していきましょう。ホームページから気軽にご質問もお待ちしています。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会がお届けしました。